大崎市松山の一の倉では今日今シーズン最後の酒米が古式で蒸し上げられました。使い終わった古式は横に寝かせ洗うことから仕込み作業の終わりを祝う神事を古式直しと言います。神事では蔵人およそ50人が去年9月からの酒造りが無事に終わったことを感謝しました。出荷の方も徐々に回復しつつあります。これから日本酒ファンの皆様へ、良いお酒どんどんお届けできるかなと思って、嬉しく思っております。一の倉では去年の日本酒の生産量は1862キロリットルで新型コロナウイルス流行前の8割ほどまで回復しています。